こんにちは、アミです。今日はトルコ・イスタンブールのおすすめ観光地をご紹介します。コロナウイルスの影響も収まり、観光客はコロナ前もしくはそれ以上に増えていると言われています。かなり混んでいて時間的に入れないところもあったんですけれども、それも含めてご紹介します。ではご覧ください。すごい、ヨーロッパ側初めて来たんですけど、めちゃくちゃ都会です。おお。はい、タクシム広場に着きました。ここは新市街の、中心地で、バスとか地下鉄のハブになっている場所です。タクシム広場の中心にはモニュメントがあります。あそこがモニュメントです。写真撮ってる人いっぱいいる。なんかすごい都会だ。ガラタ島へ向かいます。もう見えてるけど、ガラタ島へ向かいます。すごい観光客で賑わってる。やばい。しかもね、こう車とかバイクも飛んでるから結構危ない。カフェみたいなところもいっぱいあります。タラタ島に着きました。1300年代中世に作られた石造りの見張り島です。ガラタ島を上に登ることもできて、これだけのチケットだと175リラで、オーディオガイド付きだと215リラです。結構混んでるので今日は登らずに帰ろうと思います。買った後も結構並んでますね。ちょっと今日は無理かな。なんか結構コロナ前ぐらい、もっとかな、観光者が増えているっていうことで、ガラタ島も多分1時間以上2時間とかな並ぶような気がします。はい、ジプシャンバザールに着きました。行きましょう。あ、エントリー。あ、ここで、あれか。おー、トルコの大統領かな。はい、潜入しました。なんかすごいスパイシーな香りがします。すごい、キラ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 だ。なんかもうめちゃくちゃ綺麗なお土産屋さんっていう感じですね。すごい、かわいい。おお、お茶屋さんかな。そんなに広くないですね。結構似てるものは結構売ってるものは似てるかも。バクラバとかロクムとティー結構売ってますね。これエジプシャンバザールっていうところなんですけど、別に何がエジプシャンなのかちょっとよくわからないけど、トルコのものがいっぱい売ってるっていう感じですね。はい、なんかトルコって三大うざい国って言われてるんで、結構客引きがすごいのかなっていうふうに思ってたんですけど、そんなにすごくないというか、なんか声かけられるぐらいですね。いらっしゃいますね。こんにちはみたいな感じです。はい、全然うざくないと思います。グランバザールに着きました。すごい、ちょっと古い感じの建物ですね。セキュリティがある。入れた。あ、なんかこっちはエジプシャンバザールよりちょっと古い感じなのかな。おー、なんかこっちの方がちょっと老舗感があるような感じがします。結構ゴールド系持ってますね。たまに買うのかな。目のやつがある。
お守りらしいです。全然なんかエジプシャン結構一本道っていう感じだったけど、かなり入り組んでて、結構こっちの方がだいぶ広い気がします。アンティークバザールがある。はい、行ってみましょうか。すごい細い道、面白そう。すごい絵があったり、あ、ちょっとまた開けた。本当に広い。こっちもあるし、こっちもこっちもある。おお、これはすごいね。面白い食器屋、かわいい。すごい、めちゃくちゃ広くて活気があります。もう本当に全部見たら数時間はかかりそう。すごい。はい、いろいろ見て回りました。欲しいものがあって、最初185リラって言われて、で、まあ、やめるみたいなこと言ったら160になり、150ぐらいまでにはなったんですけど、もうちょっと頑張ればもしかしたら半額とか3分の2ぐらいにはなるかもしれないっていう感じです。はい、でも全体的にこの辺やっぱり観光地なので、ちょっとあの値段が高いかなっていう気はします。え、すごい人だけど。今日雨で、今午前中10時ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ人いる。やば、すっごい並んでる。アトラクションみたいなね。入り口だと思うんだけど、あの中も続いてるし、ここもやばいよ、ずっとだよ。で、ちょっと、これ何時間かかるの？美味しそう、トウモロコシ。あ、ここか。ここが多分ラストだとは思うけど。あー、すごいな。はい、やめよう。ちょっとアヤソフィアは無理ですね、これ並ぶの。トイレも行きたくなりそうだし。すごいな。アヤソフィアがここで、内側がブルーモスクです。目と鼻の先、行こう。はい、モスクはスカーフを巻かないと入れないので、ちょっと巻いてきます。よいしょ。大丈夫かな、ちょっと小さいスカーフしかないけど。大丈夫かしら、入ってる。でもなんか工事中、リニューアル中みたいですね。でも入れる、やった。なんかもうアヤソフィアがすごい人すぎて、流れてきてる人いるのか。でもこっち空いてて良いです。はい、やった。靴脱ぎました。おー、あ、もう中に繋がってるんだ、すごい。結構工事感があるな。おー、その工事中だからちょっとあまり見えないんですけど、見えたらすごい綺麗だろうな。スカーフは持ってなくても借りれるみたいです。はい、ブルーモスクは工事中っていうのもあって、あまり見るとこも少ないので、すごく回転率がいい感じですね、今は。アヤソフィアはちょっとあの朝よりもラインが短いので並び始めました。並び始めてから
入り口近くまで今来たんですけど、15分ぐらいかな。結構早く動いていて、結構早く入れそうです。朝すごい並んでいて、もう無理かなと思ったんですけど、もしかしたらみんなすごく混むからっていうことで朝早く来て、でそれで混んでるのかもしれないですね。この辺に並んでてこうずっと来たっていう感じです。やばい、急がなくて。門入ってからもうまだ並んでます。アイソフィアもモスクなのでスカーフが必要になります。スカーフは売ってます。またスカーフをしました。これでいいのかな。本当はもうちょっと長そうだけど、まあ、髪が隠れてればいいのかな。はい、はい、入り口です。すごい人だな。わあ、すごい。もうすごい。とりあえず靴をまた脱ぎます。すごい。修学旅行生みたいな人たちがいる。なんか男性のお祈りの時間が始まるから出ないといけないそうです。なんか2020年までは博物館だったので、多分そういうことなかったのかなと思うんですけど、それ以降はモスクとして使われるようになったので、またそのお祈り時間が優先されるのかなと思います。はい、女性のお祈りの場所は別であるようです。私は結構小さめなスカーフで大丈夫かなと思ったんですけど、フーディー、パーカーとかの帽子の人もいたりとか、もう中入ってからスカーフ取れちゃってる人とかもいたので、そこまで厳粛ではないのかなっていう気がしました。はい、今アヤソフィアあたりなんですけど、日本語ペラペラの怪しいトルコ人をゲットしました。日本の練馬区に住んでるって言ってて、で渋谷でケバブ屋さんをやってるみたいなことを言ってたんですけど、なんか誰かの YouTube かウェブサイトで、その日本でケバブ屋さんをやってるっていう人怪しいみたいなのを見たので、なんかそのワード出た時に親って思ったんですけど、その後に買い物って言われたので、あ、これは危ないなと思ってちょっとバイバイしました、すぐ。はい、でも別にその後はあバイバイみたいな感じだったんで、よかった。この後の展開がどうなるのか分かんないんですけど、まあバイバイしました。はい、ここがアヤソフィアで、すぐのところにトプカプ宮殿があります。オスマン帝国時代の王様の宮殿です。すごい、宮殿っていう大きさじゃない気がする。めちゃくちゃでかい。ガラタ橋に着きました。こんな感じで上と下があるんですね。下はなんか食べ物屋さんとか入ってるような感じです。反対側に渡ることができます。なんか上ですごい釣りしてる人がいる。
みんな釣りしてるんだ、気づかなかった。すごい魚の匂いがする。来てみました。すごい、結構食べてる人いる。なんかボスポラス海峡を見ながらご飯を食べるみたいな感じですかね。はい、上に来ました。上もいい感じ。向こう側、奥の方にモスクも見えます。ちょっと今日曇ってるから残念ですが、ボスポラス海峡もすごい綺麗に見えます。これ晴れてたらめっちゃ気持ちいいだろうな。釣りしてる。イスタンブール感がある。すごい。あ、お魚取れてる。あ、大きいお魚いる。すごい。あ、お魚、これは餌か。あ、みんな釣れる、釣りができるようになってるんだ。すごいすごい。釣りしてる人めっちゃ多い。すごい、もうなんか橋の全部に釣りしてる人いる気がする。地下宮殿の列です。オンラインだともうちょっと早く行けそうです。やばい、結構混んでるかも。え、まだまだまだか。はい、地下宮殿かなり混んでて、多分2時間ぐらい並ぶのかなっていうぐらいの列だったのでやめます。はい、あの中に入れるとこんな感じみたいです。もう地下宮殿なんですけど、今日はイベントのため入れないそうです。残念。すごい、こんなところもあるんだ。すごいいる。来た。ここ散歩するの最高だね。いいね。すごい、なんか全然街中と、街中っていうか中心部と全然違う雰囲気。すごいここのんびりできる。はい、この辺はカデ教員の南側にあるモダっていうエリアです。すごい海沿いの道をずっと歩いてて、なんか公園とかもあって、すごくみんなのんびり過ごしてます。はい、めっちゃいいこの辺。猫がいる。猫。何に座ってみよう。大丈夫か？ぐねったらやばい。おお。岩に座ってみました。落ちたら大変。すごい、ここすごい。結構、まあ、何人かで来てたりとか、一人で食べながらとか海見てる人も多いです。いかがだったでしょうか。今回初めてトルコを訪れましたが、思ってた以上に良くて、とても好きな国になりました。今は隣の国に住んでるんですけど、またいつか来たいと思います。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあまた。